ちょっと昔切った小さいのをこれ詰めしたいと思いますね。ちょっと一人でつぶやくんですけどね、ちょっとこれに入れさせてみるんですけど、こんなのもらってみます。なんか喋りながらやりたいと思います。これはこれでいいです。なんかおしゃれイズム、乃木坂白石。ちょっと袋に入れたいと思います。前の喋りながらやるというね、家でしかやれない研究なんですけど、これをやるという、昔切ったという小さい四角のもありますね。出力、まあ東大で生まれたやつとかありますけど、サイエンスとかネイチャーとか東大の数理研でもあったのかありますね。新聞なんかいくらでもあるという、もうちょっと昔の新聞もちょっと大事にしたいところがあるんでね。メカトロニクスさんあるんですけど、サイエンスブルーバックスありますね。これを一個一個分けるとどうなるかという実験というかですね、実験研究。おそらく小さく切った方が面白いトークになるはずなんですけど、面白いトークを作るためにこう切ったという、このためだったのかっていう、このためだったのかというかじゃないですけど、分けるんですよ。こうやってこれを見て、これ虫眼鏡で見るはずだったんですけど、虫眼鏡で見るはずだったんですけど、そうですね、マンションスーモさんとかありますけど、これなんて書いてある。虫眼鏡で見ないとわからないっていう。80万トン。いいですね。これも撮っておきましょう。なんかスキーのあれがありました。スキーバス。今日はバスに乗りましたけど、スキーバスを思い出しますね。高校の頃のスキーバス。スキーバスはなんか夢がすごくときめきますけどね。一人で話してます。いいじゃないとできない研究であります。今日は静かにしとかないとね。え、静かにしとかないとね。え、お母さん別にいいよ、喋っても喋ってもっていうか、僕の話に入ってきてもらってもいい。変なこと言わける。変なこと言ったら怒る。変なことっていうか、秘密を暴露しないでほしい。あと失言はやめた方がいい。僕は失言多いんだけど、僕の撮影喋ってもいいですよ。これいつかまた虫眼鏡で見るときが来るんでしょうからね。これを分けるという。丁寧すぎるというか、細かすぎる。
上田さんがやってるじゃないですか。漫画があります。キャプテン翼、キャプテン翼の人は素晴らしかったです。急処理速度っていうのがあるんですけどね、一個一個分けていってみたらどうなんでしょうか。まあ喋るとはちょっと疲れるんですけどね、白いしましたね。さあレコード大賞どうなるどうなるんでしょうか。乃木坂昨日はビデオライブ配信をずっと見ていましたが、涙の別れ、なんとか涙のことをなんとかなんとかなんとか、またはなんとかなんとか、兄弟が多いという話ありますね。ブーメラン、これは一つの特徴。ソフトボール部白石麻衣なんか勝ち馬に乗るみたいでいいですね。ソフトバンクに応援をしちょっと咳が寒いという。藤木直人さん、早稲田大学合格で、なかなかです。40分を通るという、40分、こっちのが早いでしょうかね。一個一個分ける企画ということでありまして、ということで訂正なんとか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 という、オーディションの映像を返したという。ということで制御、ということでこれは、どう言ってなるんでしょうか、どんどん寒いですね。来ました。次はこれです。結婚の話になってます。ということになってます。素粒子物理あります、大したあれを読んでないという、一個一個に簡単に、これまあ頑張って、今日はあれだったんですけどね、
どういうことになってます、うん、正誤表レーザー、レーザーの展示会ありましたね。起用した、ミヤネ屋さん、あっちでミヤネさんの番組に来てますけどね。どのやり方がいいんでしょうかね。まあ動画を撮れてるだけで、撮れてるだけでいいんですけど、これをこっちに分けるという、そうすると何か面白いアイデアが浮かんでくるような気がするんですけど、はあまり動いてないからですか、できないんですかね。1000円ぐらい使った。1000円で十分。思いつきますかね。撮れてもらったやつ、まあとにかく分けてみましょう。ちゃんと入れてみましょう。これこの間のでもらったんですけど、次はこれ、これが、これを一個一個検索していけばいいんですよ。でも動画になってるだけいいです。以上、なんとかなんとか。ちょっと小袋を買ってきましょう。販売しましょうか。小さな角度。小さな角度。まあ大きな景色を見るとあまり変わらない。今
今日はご飯食べたし、どうやってやるのがいいんでしょうかね。でも、もうパターン、なかなかこれ難しいですね。喋るの。昨日は、今日は1000円とか、やっぱお金のあれですかね。料金が関係しますか。松山選手は、オールインワン。資料を大事にするという。協会の話はあっちらしてます。これはあれじゃない、バドミントンの人、あら、相方が変わってるじゃないですか。ああ、なんかあの人ね、静かになってしまいました。内容はいいはずですが、これはやっぱキル研究ですね。実験です。実験。
今日なんか不燃物廃品回収のあれが来てますけど、何かがあるとし、どうかなって、次これです。あれですね。ここ時点が入ってますね、うん、切った方がいいはずなんですけど、シュレッダーとかあれだけで感じじゃないですか、うんうん、カードもう一回お母さん、今日は石神に行きましたよ。石神公園に行ってきました。石神からバスで成増に行って帰ってきた。いや、行けばこれ。成増か、東上線で帰ってきた。え？たくさんあります。昨日も行ったばっかり、レントアカーって時間も長いけどあんまり内容がない。
今日が素晴らしいはずなんだ。結局は売れるかどうかかもしれない。よくわかる。封じされている。そうさ、ラジオ見てましたね。うん。難しい。なかなか、すいません。いいですね、スペインにパッと行けるとこが。お金があるんですかね。お金がある、よくお金があるな。これにちょっと食べましょう。初入学、林先生の。これにちょっと頼ってしまいました。今日はちょっと今から仕事
して生活が認める実力だ。一体職業は何なのか。さあ世界が認める実力を、美しいお顔を拝見。結構相手は私、ローレスラー、ローレスラー、彼は長州に来てますね。難しいな。でも同じように見えなく、私たちは違う。